ポクムーです。今回はこちらのファンアートのメイキング動画です。3つの連作イラストのうちの1つとなっています。他2つのイラストのメイキングも見てくれると嬉しいです。解説に元ネタの物語のネタバレを含む場合があるのでご注意ください。使用したツールと主な使用ペンは画面に表示しておきます。ダウンロードできるものは概要欄に URL を貼っておきます。1作目と同じようにまずフェードペンなどで形を取ってから線画を描いていきました。今回も画面に2人入るということで体の大部分を描かなければいけないのでポーズ人形で全体のポーズを確認してから描いています。今回の連作で2人ずつイラストを描いたのはこの物語の中での関係性を描きたかったっていうのもあるんですけど、公式のデザインが本当に神がかってて細かいところまで模様があったりとかしてそれがすごい素敵だなって思ったので、なるべく全身を描くために引きで描きたかったっていうのがあります。画面に1人で引きだとちょっと僕には難しくて、2人入れると、その分情報量が上がるので見やすくなるかなと思って2人構図にしました。やっぱり引きで描くには公式のデザインをしっかり確認しなきゃなと思って、最初にノートとかにアナログで公式の絵をガン見しながら模写したりしてました。やっぱりね、模写すると本当に思うんだけど、もう細かいところまでデザインがあってすごいなって思いました。僕も創作でキャラクターを描いていきたいなって思ってるので、すごい勉強になるなって思いました。やっぱプロは違いますね。多分物語に関係することとかもデザインに含まれてたりとかして、すごく考察がはかどって楽しかったです。一石二鳥でした。今回の連作のテーマは光なんですけど、このイラストはその中でも朝を描いたイラストです。光が大事なので最初に人物に大きな光を入れようと思って全体に蒸散をかけて、その上からスクリーンで光を描き入れてるんですけど、プロクリエイトだとフォルダーにクリッピングっていうのができなくて、レイヤー分けをしたまま全体にはみ出さないように蒸散をかけたりすることができないんですよ。なのでめちゃくちゃ早いうちから全部統合しちゃって全体の光の設計を最初にしたんですけど、もうレイヤーを最初の方に統合すると本当に描くのがめちゃくちゃ大変で、またまた時間がかかってしまいました。プロクリエイトの唯一のデメリットなんじゃないか。フォルダにクリッピングできない。あとはめちゃくちゃね、書き心地とか良くて、もともとやっぱりアナログっぽく書くことに特化したアプリなのかなと思うので、そのあたりはちょっと弱いのかもしれない。マジでみんなこの問題どうしてるんだろうってすごい思いました。でもね、3作目でちょっとそれ解決したので、またやり方とかね、動画にしたいなと思ってます。今回服をこんなに引きで描いたことなかったのかな。なんかね、服のシワがわからなすぎてなんかね、すごい模索しました。何回か描く練習はしたことあるんですけど、やっぱりまだなんとなくで描いちゃってて模索中ですね。意外とうにょうにょうにょって描いてシワに見えたところをさらにシワっぽくするとそれっぽくなる気はしました。何言ってるかわかんないですけど自分でも。なので、もっと上手くなりたいです。光の話に戻るんですけど、光のイラストというか光の絵といえば、僕夢の中ではモネ、クロード・モネさんなんですけど、僕もあまり絵画とかそういうなんか難しそうなことってあんまり知らないんだけど、すごく昔に
なんか美術館に行ったことがあって、その時にモネのハスのイラストを見たんだけど、もう美しすぎて、その時絵にすごい興味が湧きました。モネって印象派って呼ばれてて、なんだろう、見たままの色をそのまま乗せる固有色、もともとその物質が持ってる色じゃなくて、自分が目に見えたものをそのまま描くみたいな、僕もよく分かってないんですけど、そういう描き方をしてるみたいで、なんかよく見るとその蓮池の色の中に、なんだろう、蓮池っぽくない色が入ってるっていうか、それがすごく幻想的に僕もは見えて、光の捉え方って人それぞれなんだなってすごい思いました。僕も自由に、まあ自由にというか、当時は見たままを描いてるから、ある意味忠実に、自分の捉えたものを忠実に描いてたのかもしれないけど、そんな風に描きたいなーなんて思いました。なので今回ちょっとモネのイラストを若干イメージしつつ背景を描いたんですけど、まああんま見えてないほぼ見えてないんですけど、まあただちょっとその光の捉え方みたいなところは若干モネ意識です。今回連作のテーマが光だったんだけど、このイラスト自体のサブテーマとしては幸せというものをサブテーマにしました。まあ何がとは言わないんですけど、まあ幸せを願うような気持ちで描きました。朝の光も相まって透明感も出て、なんかちょっと幸せについて考えるような感じが、雰囲気が出たんじゃないかなと思います。最初この2人を描くときに死後の世界が題材になってるっていうこともあって、それから蓮、まあ、池から考えて水槽を最初に思い浮かべたんですね。水槽っていうのは水に流すお葬式みたいな感じのものみたいなんだけど、こう神聖なる感じがして描きたいなって思ったんだけど、で僕もって FA 描くの遅いから、まあ、他の人の FA を見てたら水槽を題材に描いてる人もちらほらいたので、まあ、あんま被せて描くのはあれかなと思って水槽は見送りました。なんかできる限りみんなに被らないようにした方がいいかなと思いつつ、まあ、でも全部見れてるわけじゃないから、何かしらやっぱり同じ物語を見て描いてるから何かしら被っちゃったりとかはするかもしれないけど、まあ、できる限り後から出すんだったら別のものを描けたらなっていう気持ちはあって考えて描いてます。だってみんなめっちゃ上手くてもう満たされるイラストをさ描いてくれるからこれ以上描く、まあ、あの気持ちが大事だから、ファンアートだから気持ちを大事にして描いてるんだけど、やっぱ描きながらさ何周もできるし、物語をさらに味わい尽くすことができるよね。ということでファロン列車ファンアート2作目完成です。他の連作のイラストメイキングも見てくれると嬉しいです。それでは僕めでした。